明日投開票を迎える参議院選挙ですでに1612万人以上が投票を済ませたことが分かりました総務省によりますと公示日翌日の先月23日からきのうまでの16日間ですでに投票を行った人は全国で1612万2093人でした。前回2019年ののの参議院選挙の同じ時期の投票者数は、 およそ1417万人でおよそ1.1倍です有権者のうちの15%以上に当たる人がすでに投票を済ませたことになります投票の利便性が高まったことから期日前に投票を済ませる人は年々増える傾向にあります